やハロー、どうもこんにちは、マジでアイドル芸人ハマーです。はい、現在6月24日午後2時55分ですね。さあ、今日もね、一人暮らし3日目ということで、4年9ヶ月ぶりのね、あと6日間かな、そうですね、あと6日間、一人暮らし満喫していきたいと思います。で、今ですね、ここに書いてるくのいちつばきのね、忍法茜組で生放送の術見てね、今ちょっとリアクション動画アップロード中なんですけども、ちょっとね、4時に後輩来るんで、まあ、あと1時間ぐらいしかないんで、ね、今日もちょっとね、この時間を使ってファーストテイク歌ってみた、アニソン歌ってみたですね、やってみると思います。で、昨日がですね、かぐや様の1期のオープニング、ラブドラマティックやったんで、今回2期行ってみようかなと。ちなみにね、アニメを見たのは一昨年の確か秋頃やったと思うんですよね。やし、まあ、歌も覚えてません。で、今3回だけ、相変わらず3回だけ聞きましたんで、これで挑戦したいと思います。はい、ということで、ダディダディドゥですね、いってみましょう。 YouTube で再生します。 3,2,1 スタート。ダディダディドゥ、星野さん、あなたのすべてが愛に抱かれ、ギラギラ燃えてしまいたい。可愛げなキスでワンツースリー、目線そらしてずるいよね、ほてり出す僕の気持ち、もてあそぶみたいで、追いかけちゃダメなのはわかってる、でも無理さ、一度踏み出せば戻れなくて、仮面は脱ぎ捨てていけない、言葉で遊びが街になる。ダディダディドゥ、星野さん、あなたのすべてが騙されたらそれでもいい、もっと震わせて見せてくれ、僕だけに笑顔の裏まで、愛に抱かれ、ギラギラ燃えてしまいたい。こんなもんですね。やっぱ3回しか聞かないってむずいですね。ちょっと毎度3回しか聞いてないんで、あとは一応過去に聞いてますけども覚えてません。ということでですね、まあこれこの一人暮らしの期間の間でね、まあ、できれば毎日やっていこうかなとは思っております。で、この時間だったら大人さんもいないのでね、そこそこ声出せるんでやっていこうかなと思います。はい、以上、ワンルームで母と同居中の41歳のおっさんアニメリアクターによる、アニソン歌ってみたファーストテイクでした。はい、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたします。はい、これはほんまに一発撮りなんでね、はい、失敗しようが何やろうが一発撮りで今後ともですね、お届けしたいと思います。はい。で、まあ僕のね、詳しいことはね、説明文に書いてありますんでね、よかったら見てやってください。はい。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。